ドン、始まりました。サクライターのモールツトラベルということで、現在旭川駅に来ております。ということで本日はね、ここから石北本線に乗って網走を目指していきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでこの後特急大雪網走行きの列車乗っていきます。17時7分の発車です。ということでホームジョーも入っていきましょう。はい、ということでホームジョー上がってまいりました。本日石北本線走って乗っていく列車、大雪3号キハ283系、もともと特急スーパー大空、大空として使用されていた車両です。当時はね、もっと長い9両編成だったかなまで使用されることがあったのですが、今はもう3両編成のモノクラスと呼ばれる指定席と自由席しかない編成となっております。やっぱキハ283ポーンすごい音しますよね。さらに車内のね、ところにここのステップのところにちょっと段差があるっていうのも特徴です。札幌方面から大雪3号と接続する来楽号が到着いたします。この来楽号で旭川まで来て、この来楽号で旭川まで来て、旭川から大雪3号に乗り換えるという流れになっております。その場合特急券は2枚ではなく1枚で買うことができます。 JR 西日本の福知山乗り換えのような感じです。列車は旭川駅を出発、途中新旭川までは宗谷本線、新旭川より先石北本線へと入っていきます。この先に石北本線、宗谷本線が分かれてきます。この先に車両基地がある関係で、ここの新旭川の少し先までは点火されておりますが、もちろん宗谷本線も石北本線も非点火路線となっております。石北線へと転線中です。いやー、旭川を出てから5分ぐらいが経過したんですけど、すごい乗り心地ですよ。見てください、ここ水なんですけど、てかもうカメラのね、手ぶれ防止がついていて、ここからグラグラ揺れてるっていう時点でもエグいんですけど、こんな感じ、水がこんな上下に跳ねているところで異常なのはわかるかと思います。線形が急に宗谷線から悪くなりましたね。まあ多分これはもちろん石北線の線形とキハ283系の性能のところなんでしょうけど、いや、すごい揺れだ。ちょっとお弁当落ちそう。
せず、さすが格の違いを見せつける40分が停車をしております。今の時間が17時39分、出発から32分が経過したところですが、まだ次の停車駅上川はまだまだ先です。確かね、17時50何分かなんですよね、到着が。なので50分ぐらい、約50分ですか、無停車で駆け抜けていきます。これ渡ってる川が石狩川です。ごめんなさい、47分ぐらいに扱って40分無停車でしたね、ごめんなさい、50分じゃなかった。今渡った川が石狩川で、北海道最長の川を最後に渡りまして、この後石狩川は向こうが奥側の山々の中に行きます。水源がね、大雪山系の奥の方なんで、今ちょうど右側に見えている山々ですね、の方に行きます。列車は旭川を出てから約40分後、関北仙台最初の停車駅上川に到着いたします。日本のスキージャンプのトッププレイヤーの選手たちって結構こっちの上川出身の人が多いんですよね。多分あの女子の、ね、トップでもうワールドカップをもうめちゃめちゃ勝ちまくっている高梨選手ももしくはこの上川の方出身だったはずですよ。でこの後関北線が日本に誇る最強区間を走っていきます。なんと次のね、上川駅から次の白滝駅の間の間っていうのは普通列車で約40分ぐらいの無停車区間、日本一在来線の中では長い駅間となっております。なので初乗りのね、運賃っていうのもとんでもない金額になります。列車が上川駅を出発、この先怒涛の無停車区間へと入っていきます。列車は上川駅を出発して、今ここ上川ですね、これが上川なんですけど、ここからずっと行って白滝駅になります。驚異の初乗り額です。初乗り額970円、初乗りですからね、970円、初乗り970円の方は多分日本中どこを探してもここだけになるんじゃないかな、まあ、もしかしたら奥津軽馬別と木古内のところも長いかもしれませんね。上川を出ると列車は山間部へと入っていきます。宗谷本線とは違って結構線路の横を道路が走っているので、大きく大自然の中を走っているというか、この鉄路しかないというような感じではありますね。速い車、車速い、特急ぶち抜いてった。なるほどね、この大雪山号ってすごい遅いから、だからあの車に追いつくことできるんですね。早い早いね。これね、普通に考えれば特急列車を車が抜いていくってことは、向こうの車は間違いなくスピード超過ですからね。違いますか、こっち遅いだけですから。お、なんか開けてほしかった。ここにありそうだね。これ信号場ですね。車両、列車の交換ができる設備か。今も使われてますね、レールの感じを見ると。これもともと絶対駅ですね。これはさすがに駅でしょ。駅っぽいですよね。
しい駅ですね、多分これ。多分さっきが中だったんで、上なんで、上だと思います。上かもしれないですけど。スノーシェルターと呼ばれるポイントをね、雪から守る装置でございます。雪からポイントを守る装置ですね。奥白滝信号場を通過いたします。この奥白滝信号場は北見峠を越えた先にあります。旭川方面から来た場合ですね。もともとスイッチバックだったんかもしれませんね。なんかそれっぽいのなんか構造が。トンネルの上で北見峠を越えたというのが体感で分かりました。上り勾配から下り勾配にはっきり変わりました。上白滝駅は2016年に廃駅になりました。なので一番最後まで残っていたということになりますね。山々は綺麗ですね。列車は間もなく40分の停車は終わり、白滝駅を通過いたします。この列車は白滝を通過しますが、一部の特急列車、そして1日2本の各駅停車、1本の各駅停車と1本の特別快速ですね、は当駅に停車いたします。郵便局にもありましたが、そこそこ大きいですよ。やっぱ今まで何にもないところに駅作ってきたのとはちょっと話が違うみたいな感じですね。白滝を通過、白滝の次の停車駅がマルセットになります。なので一部の特急列車は隣の上川、白滝、丸瀬との3駅連続停車という形になるんですよね。
窓を離した上、座席の向きを変えてご利用ください。まもなく停車です。 Your attention please. We will soon make a brief stop at Engari. Stops at stations are brief. If you are getting off...列車は間もなくエンガルに到着いたします。エンガルで列車はスイッチバックを行います。まっすぐ声でかいね、鹿いましたから、まあ仕方ない。お客様のお乗り降りが終わりまして、準備が整いましたらすぐ発車です。ということで、この後進んでいく石北本線と合流です。網走方向の線路です。ここでもともとは名寄路線という路線が、オホーツク海側を通って名寄路まで行く路線が乗り入れてました。しかしその、ね、名寄路線が赤字ということで廃止になると、この石北線が意味のわからないスイッチポコする駅ということになってしまいました。ということで、列車はエンガルに到着いたします。列車はスイッチバック駅エンガルを出発です。このちょうど進行方向後ろ側ですね、に名寄路線が乗り入れてました。後ろの方から入ってきてっていう形ですね。この先、このエンガルから先、北見、網走のあたりはね、景色はまあ結構見やすいと思うんですが、大変残念なことに日が落ちてしまったので、これ以上多分景色を、ね、お届けするのはなかなか厳しいかなと思います。ということで、まあ、この後もねできる限りお伝えはするんですけど、基本的には駅だけのご紹介になってしまうかなと思います。昔乗り入れてました。2006年まで乗り入れてました。ふるさと金河線という、ね、愛称で、今は陸別のところで運転体験とかもできるような路線です。列車は北見駅を出発、約50分で終点の網走に到着です。途中目満別に停車いたします。さすがオホーツク地方の最大都市であって、町も超大型です。この列車はね、網走まで行きますが、都市の規模的に考えると全然北見の方が大きいです。283系の先頭部分にやってまいりました。283はこっちじゃなくて、ここから乗降するみたいですね。こんな感じで、昔は当時はそこから前が見えたんですよ。いやー懐かしいですね。まもなく終着、網走です。どちら様も忘れ物のないようご支度ください。列車は3時間半のロングランの終着駅網走に到着をいたします。いやー、網走はいよいよオホーツク海側ですね。本当オホーツク海が、ね、すぐそこなんですよね。いやー来たなという感じがします。はい、ということで到着いたしました、網走です。ということで、ここまで乗ってきました。大雪3号、網走行きの列車はこの後でこっち側の車庫の方に引き上げていきます。また明日、あの石北線の、ね、特急列車として使われます。
ということでいかがだったでしょうか。まあちょっとね、後半遠軽からこの網走の間っていうのは景色をねお見せすることは特にできなかったんですけど、まあ夜になってしまってそれがねちょっと残念だなと思う一方で、それ以外の区間ではね、それこそ在来線の中で最も駅間の距離の長いところだったり、山々のね綺麗な場所を走っていくっていうのをお見せすることができたのではないかなと思っております。ということでそろそろお別れさせていただきたいなと思います。ということでこの動画をここまでご視聴いただきましてありがとうございました。